シャルチェリーチャンネル。挑戦でーす。よし。今では少し前に井上雄一です。田中陽介です。小宮田です。田中翔です。秋田美ぜー。イエーイ。やってみたかったんですよ、ね。一時流行ってたよね。まあ秋ネタクイズっていうのを今日やっていきたいんですけれども、はい、アキネタクイズというのはあるお題をまず決めて、それに対してイエスノーで答えられる質問をしていって、うん、そのお題までたどり着くと、うん、例えばじゃあお題がハンバーグだとしたら、食べ物ですかってなったら、まあ、そのお題出す側の人がピンポンとか、うん、なるほど、ありそうで、質問は、まあ、1人何回でもして OK です。はい、回答権は1人3回3回まで、質問は無限に OK。 はい、じゃあということでやっていきたいと思います。はい、はい、なんだ雑魚か。まあ、問題はもう一問なんで、誰か一人が勝つ、勝者はただ一人。なるほど、なるほど、分かるよ。ルーレットしますか。あー、ルーレットしようか。で、お題を出す人決める。ルーレット、うん、お題を出すのはタクシーです。おお、答えたかったよ。それやりたいって言ってたからね。みんなに当ててもらうお題はこちらです。それではアキネタクイズスタート。はい、人です。はい、男ですか。日本人ですか。歌手ですか。おお、違うね。俳優ですか。一般人ですか。分かるわけねえだろ。ってこと、スポーツ選手。どちらとも言えない。どちらとも言える。どちらとも言える。本当に、もう本当マジで本当にこう。ああ、なるほど。あ、違うな。こうだ。タレント。あれさっきスポーツ選手って言ってんだろ。で、一応丸だったね。極端に言うんだったら。ああ、なるほど。立ち位置がわかんない。武道とかやってますか。20代ですか。YouTube やってます。おお、お笑い芸人ですか。違う。おっさんですか。違う。男性でそんなに若くなくて YouTube やってる日本人。京アニですか。それはアニメキャラですか。アニメキャラに YouTube やってるって言うと YouTube? 傷が愛的なこと。あれアニメじゃないでしょ。小学生以下。ええわかんねえ。何この曖昧なボタン。確かにわかんない。キャラで YouTube やってるって。YouTube に出てるってことね。そういうニュアンス。ああ、もう、はい、なんとなく。YouTube には、一応ありますよ。はいはい。スポーツ選手って気になる。そうなんだよ。俺もそうなんだよ。マジで丸かバツかでだったら、こっち。うん、じゃあ、さっきの。いやー、これはマジで。これは本当に、これは譲れない。小学生って、それに対しての小学生だったの。年齢不詳です。決まってんの。野球やってますか。野球じゃない。じゃあなんか必殺技とか。必殺技、まあ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 。必殺技がある。変えときに2回。3回。
いいよ、どうぞ。星ヒューマン。待って一個思いついたな、これいけるわ。星テーマでも いや、いいんじゃない。で、他の人のヒント待ちでもいいんじゃないですか。ちょっとヒント待ちします。まだ質問したい。質問してめっちゃ質問したい。あるある、一個マジでめっちゃ質問したいことある。俺必殺技が噛み合わんねんだよな。俺星が噛み合わねえんだよな。なんか書いて質問して。ファンタジー要素入ってます。現実映画になってます。はい、いいですか。一回質問すば。メガネかけて。あやとじゃない。やとじゃない今の。いやでもね、俺。メタテンコナン。あーやっぱりよーしやっぱりか。おいけるもんだな。やっぱかすごい必殺技。いや技名はないんだけど、要はあのさ、こうサッカーボールで蹴ったりみたいな。コナン。ただあの一つ質問したいのは、あの年齢が高校生だからね。そっちだからね。俺ら上に考えてたのか。でも小学生でもあるし、あ高校生だからっていうあれ で、なるほど、ね、俺もう映画とメガネで行ったわ。だしもうスポーツ選手ってサッカーめっちゃうまいけど、でも本職は探偵って意味で出てるんで。確かに。次行こう。俺まだ押してないのよ。今日これで終わります。じゃあ行きましょう。今日も動画見てくれてありがとう。シュンです。 SNS は概要欄からよろしく。チャンネル登録と高評価もよろしく。バイバイ。バイバイ。